おはようございます。おはようございます。さあ今日はですね、ローザンホースパークにやってきております。なんと私たち今馬車に乗ってますよ、はい、そうなんです。後ろ姿すごい可愛いですね。可愛いな。なんかね、優雅だよね、馬車って。そうですね。2人がやってきたのは苫小牧市にあるローザンホースパーク。冬でも遊べちゃいます。およそ80頭の馬が暮らしている国内最大級の馬のテーマパーク。新千歳空港から車でおよそ15分の距離で、無料送迎バスも運行されています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。今回ようこそ、はい、ご案内いただくノーザンホースパークの高宮さんです。よろしくお願いします。高宮です。よろしくお願いします。ノーザンホースパークには馬と触れ合える様々なアクティビティがありますので、うん、今日一日ご案内したいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱ馬好きにはたまらない場所ですよ。あ、そうですよね。高宮さんも馬好きですか？あ、私も馬大好きです。今回はノーザンホースパークで丸1日遊び尽くします。馬と触れ合えるとっても楽しいイベントが満載。おー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 、そう、通じ合って、通じ合ってんだ。この子、おー、もうね、迫力半端ない。グルメも充実。割とね、細かく引いてるので、すごくこう、なんていうんでしょう、繊細な味わい。さらにはこんな遊び方も。なんか羽が入ってきましたね。ポニーって可愛い馬ですね。